他の図書館に行かないとこの資料がないということが早稲田の図書館ではほとんどないので、どんな資料でもこの場所で大体手に入ってしまうというのがすごく魅力だと思います。そうですね、やはりとにかく大きいなっていうのがその第一印象でして、あとはその施設がすごく綺麗で使いやすかったりとか、勉強ができる施設がやっぱりその公立の図書館などと比べて整っていたりなど、そのいろんな使用目的に合わせて使うことができるっていうのが一番の魅力だと思いますね。早稲田大学の図書館には本当にない本がないといったほどの蔵書が揃っています。そのため手に入りづらい書籍、これがほとんど全て借りられて読むことができることが本当に魅力だと思っています。中央図書館で働けることによって、学会への参加でお休みしたいとか言ってもかなり融通を利かせていただいているので、研究との両立もしやすく、かつライフスタイルに合った働き方ができているなと思っています。あまり高校生の時まですごく図書館に通い詰めたタイプではなかったので、本を自分で探そうとするとどうしても時間がかかってしまうので、カウンターの方に声をかけたりして一緒に探していただいてます。とても気さくに教えてくださるので、本を探すという面でももちろんすごく利用しやすい制度だと思いますし、単純に論文作成の際に行き詰まった際に相談をさせていただく場所としてもとても利用しやすいと感じています。夜10時まで、平日は開設していまして、10時まで勉強することも多いのですが、その時に周りを見てみると、まだまだ多くの学生が残って勉強していることにとても驚きました。早稲田大学はこれほどまでにも学びに深く取り組んでいる学生が多くいることが、自分自身にも本当に火がつきましたし、一緒に頑張らなくてはならないという気持ちになりました。高校の図書室ですとか公共の図書館にはないようなおしゃれな空間で勉強ができますので、研究やレポート作成へのモチベーションも高まりやすい、とてもいい環境が整っていると思います。ワインっていうシステムがありまして、そうですね、自宅からその早稲田大学の図書館 その電子ジャーナルなどにアクセスすることができるシステムなんですけれども、家にいながらでもその図書館内の実際の資料を見ながら作業できるっていうのがとても使いやすくて、よく利用させていただいてます。パソコンからでもスマートフォンからでもどちらからでも見れるので、はい、気軽に論文を作成しながらスマホでと調べて直接閲覧したい時ももちろんあるのですが、手間的には時間が取られないのでよく利用しています。大学の図書館というと、もうとても静かにしなければいけない場所というようなイメージがあったのですが、ランニングコモンズという空間はすごく居心地が良くて、また友人とかと会話を楽しみながら資料を閲覧できる場所になっているので、今までの自分の図書館のイメージが大きく変わりました。レポート学祭やテスト勉強をしたい際は1名で利用して、あとはそのたまに学部の友人と調べ物をする際には複数で利用してみたいな、その先ほども言ったようないろんな用途に合わせて使えるいろんな施設が整ってるっていうのがこちらの中央図書館のいい点なのかなというふうにやはり思いますね。早稲田大学図書館ではたくさんのスタッフの方が日々学生を支えてくださっています。ですので自分で本を探すのが難しい時であったりですとか、レポートに行き詰まった時には支えてくださいますし、受験勉強は楽なことばかりではないと思うんですけれども、ぜひそれを乗り越えていただいて、皆さんと早稲田大学図書館で勉強できる日を楽しみにしています。早稲田大学はこの中央図書館をはじめとして町全体が本当に早稲田の町というようなイメージで、図
地域の方々にもすごくこう支えて、学生生活を支えてもらいながら、とても恵まれた環境の中で多くの素敵な学生と出会えて、夢中になることをちゃんと見つけることができる環境だと思います。いろんな学生がいる中で、その自分にとって気が合う友人を見つけたりですとか、あと自分の勉強したいことに集中して打ち込める環境があったりなど、本当にいろいろな魅力がある大学だと思うので、受験生の方々にもぜひ早稲田という素晴らしい大学を目指して頑張っていただきたいなというふうに思います。図書館、つまり受験生の皆さんがどの本を選ぶか、そこに皆さんの選択、そこに皆さんの自由があると思ってます。自分がその一冊の本を読むことでどのような人生の広がりを見せられるのか、そのような経験ができる場が早稲田大学だと思っています。心配しなくても、どんな本でも図書館にありますので、安心して早稲田大学に入学してください。